こんばんは、山崎幸太郎です。今日はですね、面白いニュースがありますので、それについてちょっと触れてみたいと思います。虎ノ門ニュースがですね、今月の18日で放送を終了するということが発表されたようですね。で、これは夕刊フジが、のツイッターが報じているもので、それを僕は見たんですけれども、それによるとね、こう書いてありますね。インターネット人気番組、真相深入り虎ノ門ニュースが18日の放送で終了することが発表された。司会の小島一平が7日朝の、放送で明らかにした。理由などの言及はなかった。極めて残念というしかない。まあ、残念というか、歓迎というか、それはそれぞれの立場から違うでしょうけど、僕もね、虎ノ門ニュースについてはね、前からね、何回も、話してましたのでね、僕は別に、彼女たちの虎ノ門ニュースに賛成か反対かっていうよりね、面白半分で、ね、興味深いからね、見てたんですよ。時々ですけどね。それを見てて、いつも感じてたのは、ああ、こういうのが今の日本の、状況、政治状況を反映しているなという思いですね。つまりね、あそこに集まってるのはね、ネット右翼としか言いようのない連中なんですよ。安倍さんと、それからその、安倍さんが、ひいきにしてた統一教会、そのルートの人たちが集まってるわけですよ。これをネット右翼と呼ぶべきですね。それで、その虎ノ門ニュースが終わるっていうか、打ち切りっていうことは、なかなか面白い話ですよ。多分ですね、僕は多分その、統一教会からの資金提供があったかどうかというよりもですね、やっぱり、その虎ノ門ニュースはですね、安倍さんと、それから、統一教会がね、バックにいて、いろいろやってたんだと思うんですね。その、経済的っていうか、金銭的な援助があったかどうかっていうことはもちろんわかりませんけどね。まあ、いろんな意味で援助があったんだと思うんですよ。それで、統一教会がここまで追い込まれてきたっていう段階で、虎ノ門ニュースが打ち切りっていうことを聞くとですね、やっぱり虎ノ門ニュースっていうのはね、かなり怪しいもんだったんじゃないのかなと思いますね。だから、例えば百田直樹とかね、有本香里とかね、それからその他いっぱいいるわけですよね。登場人物たち、登場、人物っていうか、その、出演した人物たちが。それぞれ一人一人はですね、自分の意見を言ってるんですよ。しかし、それをまとめるっていう段階に なってくるとですね、やっぱり、ある政治的な色がついてるわけですよ。それがやっぱりね、安倍さんと統一教会だったんだと思うんですよね。それで、統一教会がここまで追い詰められてきた以上ね、もうね、それをやることができないと。だから多分、財政的援助がなくなったから打ち切るっていうよりですね、もう、統一教会とかね、まあ、安倍、晋三の周辺の人たちがですね、もうやる意味がないよっていうことでね、打ち切りの目、指令が出てきたんだと思うんですね。僕はまあ、金の切れ目が縁の切れ目と簡単に思いますけどね、単なるそれだけではないと思いますね。やっぱりもうやる意味がなくなったんだと思いますね。ただ、一人一人はね、やる意味を求めて、あると思いますよ。だからやればいいじゃないですか、これから。まあ、虎ノ門ニュースっていうのはね、結構派手に、安倍擁護でね、自民党擁護、安倍擁護、それでやってきたっていうことはね、やっぱり、ある種のね、いかがしさを感じる人はたくさんいると思いますよ。だから、今日ツイッターで僕は見たんですけど、虎ノ門ニュースがなくなるっていうことにね、残念だなと思ってる人はあまりいませんね。まあ、いますけどね。いい時にやめた。
まだ早す、あ、遅すぎたと、辞めるのが遅すぎたという、そういう意見の方が多いんじゃないですかね。まあ僕も、は別に遅いか早いかというよりもですね、まあいずれ終わるだろうと思ってましたからね。で、次にね、次に終わるのは何だろうと思った時にね、あ、月刊花田とかね、月刊ウィールとかっていう雑誌もね、どうもね、安倍さんと、安倍晋三と、統一教会がの色がついてる。どういう、あの、経済的援助を受けてるか、思想的援助を受けてるか、そういうとはわかりませんけれども、まあ、いずれ、ここは、もう意味が、やってる意味がなくなってきたんだと思うんですよ。統一教会ルートがね、はっきり言っても、諦めたっていうよりもね、そういうやり方に、を諦めたんだと思いますね。雑誌とかですね、YouTube を使って洗脳工作をやるっていう、政治工作をやるっていう、そういう、ことをもう諦めたんだと思います。やってもしょうがないと思ったんじゃないですかね。まあ、そういう意味で、虎ノ門ニュースが今日ね、番組の打ち切りを発表したっていうことに関してはね、結構僕も驚きましたけどね。まだまだやれるんじゃないかと思ってましたけどね。まあ、しょうがないな、と思いますけど。というわけで、今日はこのニュースで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。